年取っていく僕なんて人生なんだ。サムチン元気？うん元気だよス。いい日だとは言えないかもしれないけど。え？何？なんでもないよ、ほっといて。そんなことできないわ。今日あなたキャンディーすら食べてないんだから。キャンディーを食べる気がしないだけだよ。あなたらしくないじゃない。もっと言いたいことがあるから座って聞いてよ。もう座ってるわよ。フワワが靴下食べちゃったからもう一つしか残ってないよ。別にいいわよ、もっと持ってるから。そんな陽気でいられて羨ましいよ。ちょっと元気出してもらわないと。じゃあ靴下で友達作ってあげようか。ちょっと面白そう。その調子よ。みんな、今日はサムに元気を出してもらうために仲間を作るの。サムが落ち込んでる時に励ますためのアイディアがあったらコメント欄で教えてね。誰にも僕のこと励ませないよ。みんなは創造的だから何かを考えてくれるわ。このおもちゃを作るためには靴下とお米が必要よ。そうかな。まず靴下の中にお米を入れてみて。こんな感じよ。これはスタイルを良くするためよ。みんなができるわけじゃないし、やりたくない人もいるかも。何ができないの？スタイル良くなることだよ。キャンディーの茂みを走らなきゃ。じゃあ一緒に走ってあげようか。本当？キャンディーの茂み作ってくれるの？気が向いたら。そうしたら靴下の真ん中を縛って、上の部分もね。そうすればこぼれないから。なんか雪だるまみたいだね。今のところはね、まだ半分しか終わってないから。じゃあちょっと昼寝してくる。サムが寝ている間にこのまま続けてみよう。これをこんな感じでここに置いて、次はハサミでここを三角に切り取るのよ。手を切らないように気をつけて、ゆっくりと丁寧にやってね。できたわ。それ耳みたいだね。そう、ウサギの長い耳よ。ウサギは人参食べるよね。ウサギのために持ってこなきゃ。それはいいアイデアね。それに人参は甘くてキャンディーみたいだし。じゃあ探しに行ってくるね。頼むわよ。次は黒の油性ペンでウサギの顔を描くの。ちっちゃい鼻をここに、そして目、そして口もね。人参を食べるために必要だからここを黒く塗って、まつげも忘れないでね。できた。人参持ってきたよ。小さくてちょうどぴったり。いいでしょ。頑張ったわねサムチ。そしてこっちもほとんど終わりよ。スカーフをかけてあげるだけ。ちょっとなんか忘れてない？何？尻尾だよ。尻尾はあったけどなくなっちゃったの？違うわ、まだ尻尾を作ってないだけよ。だけど簡単にできるから。紐を使って、こうやって使って尻尾を作るのよ。はい、できた。はい、丸い尻尾と長い耳のウサギちゃんの出来上がりよ。わー、もう早速元気が出てきちゃったよ。え、人参ほとんど食べちゃったの？美味しかったから、もっと持ってくるね。ウサギちゃん、どこにも行かないでね。ウサギちゃんは多分待っててくれるわよ。この靴下のウサギが気に入ったら高評価してね。サムの冒険を見るためにチャンネル登録をして、みんなのウサギの写真も送ってね。バイバイ。はい、どうぞ食べてみて。一口食べたら話を始めよう。ね、ね。サムチ、一つもらっていい？あ、いいよ、みんなのためのものだから。にんじん。